まあ、スピードを持って、のに乗ったドリブルとか裏の抜け出しっていうそのスピードのところはやっぱ一番大事にしてきているプレーなので、そこはやっぱりもっともっと出してチームに、まあ、そのスピードでやっぱ結果を残して貢献するっていうことが今はまあとても大事になってくるかなと思ってます。現役大学生 J リーガー藤井智也、50メートル5秒9のスピードスターが今チームに新たな風を吹き込んでいる。自分のスピードでそのラインを上げるっていうことだったり、相手の裏を取ってゴールに直結するプレーっていうのがやっぱ一番チームとしてもやっぱ自分としても求められているプレーだと思うので、その入った時に自信持ってスピード持って仕掛けるっていうのはまあ一番意識してやってるところであります。サンフレッチェ広島は一昨年まだ大学2年生だった藤井に注目。去年、川崎フロンターレや大分トリニータとの争奪戦を制し、今年1月、2021年度の加入内定を発表した。現在は特別指定選手として J リーグのピッチに立っている。チーム編成や選手の獲得に携わる足立治強化部長は、ここまでの21歳のプレーを高く評価していた。実は来季に向けてっていうふうな思いでしたけども、思いのほか十分チームにフィットするし、スピードも武器になるし、日々少しずつですけども、いろんな経験をしたことをプラスにしてくれてますので、戦力として今使われているという状況だと思います。はい、高校まで全国的には無名の存在だった藤井、頭角を現したのは立命館大学入学後のことだ。縦に行くスピードだったりドリブルに関しては大学生でも十分に通用すると思っていましたので、1回生の春からリーグ戦とか公式戦を経験する中で、こうどんどんこのなんていうか、他のチームからも藤井ってなんだというような存在になっていたような気がしますけどね。3年生になると関西学生サッカーリーグでアシスト王とベストイレブンを獲得。また去年の天皇杯でプロ相手にアシストを記録し、一気に評価を高めた。その天皇杯がに去年出させていただいたんですけど、そこで横浜 F ・マリノスとやって、まあ、一つなんか J の舞台でも相手でもまあ通用する部分があるなっていうので、まあ、一つ自信になったところでありました。その後、憧れだったプロの世界に足を踏み入れた藤井。しかし、待っていたのは想像以上に高い壁だった。まあ、大学の試合であったら、やっぱトラップして時間あるところで、まあプロだとやっぱトラップしてもすぐ寄せられてでしまうというところではやっぱりそのプレースピードは全然違うなというふうに思ったのと、やっぱフィジカル面がやっぱり当たり強い選手とか球際強い選手本当に多いんで、そういうところではやはりギャップを一番感じたところではあるかなと思います。プロのレベルの高さを知り、練習でも思うように結果が出せず苦しんでいた。4月上旬、3日間だけ大学に戻った藤井の様子を米田監督が明かす。顔つきを見るともう一段こう自信がついたなっていう部分と、まあでもこれからっていう部分でですね、そのプロの世界のところできちっとやっぱり役目を果たしていけるのかっていうことは、まあ少し思っていたようなところがあったので、チームとしてミス少なくプレーしなきゃいけないっていうことを考えちゃって、自分の特徴をやっぱりちょっとなんか見失っていたというか、自分でどういう選手だったんだろうっていうところを見失ってた部分があって、まあ、大学に帰った時もやっぱちょっとそれを引きずってプレーしちゃってた部分があったんですけど、まあ、けどその3日間で改めて自分ってやっぱこういう選手だったなって大学でサッカーしたことによって思い出せたっていう意味では、すごいいい、まあ、短い期間だったんですけど、いい機会だったかなと思います。久々に大学の仲間と過ごしたことで自らの特徴を見直すことができた藤井。自信を取り戻し、
最大の武器であるスピードに磨きをかけた。今シーズンは新型コロナウイルスの影響で前例がないほどの過密日程を強いられている。しかし現役大学生 J リーガーはこの状況を前向きに捉えていた。自分走力とかのとことかを一番武器にしているところなので、その疲れを見せずやっぱどんどん走り続けるというプレーとかではやっぱり一番チームに貢献することができるなと思っているので、そういう意味では、自分としてはこの今過密日程という状況はプラスなのかなと思っています。無名だった高校時代から信じて貫いてきた自分だけのストロング。今はまだ荒削りでも果敢に相手と対峙する姿はチームに勇気を与えるはずだ。一つの壁を乗り越えても再び新たな壁が立ちはだかるプロの世界。それでもクラブは藤井に大きな期待を寄せている。で来年になればもっと対面した選手ってやっぱ J の選手ってやっぱり非常に賢いしデータ化されてますので、今年と来年が同じようにやれるかどうかっていうのがさらにまた彼の状況だと思いますから、その壁をぜひ乗り越えてほしい。もう乗り越えないとですね、やはり我々のポジションは来年ルーキーだからとか戦力だからっていうことは全く抜きになりますので、ぜひ乗り越えてもらえると思いますし、乗り越えてほしいなと。日に日に周囲の評価を高めている藤井。今年は大学サッカーと J リーグの両立を求められる中でどんな成長曲線を描くのか。21歳の若武者から目が離せない。スピードのあるプレーっていうのは、出し続けるってことはもちろんなんですけど、それを出しているだけだと、勢いのあるスピードのある選手だけで終わっちゃうと思うんで、やっぱそこに結果が伴うことで、怖い選手になってくると思うんで、そのやっぱ結果をこれからもっともっと出し続けて自分自身のストロングを出すことでやっぱチームの勝利に貢献できるように頑張りたいなと思います。まず浩二さんから見て、彼 その、プレイヤーとしての特徴とか魅力ってどんなところですか？大学生ながらもうトップチームでね、あれだけ戦力になりつつある選手なので、本当にこれからの、成長が楽しみな選手の一人かなと思います。やっぱり足の速さっていうのが一番の魅力ですか？あれだけぶっちぎれと言いますかね、相手を、ぶっちぎるだけのスピードがあるっていうことは、本当ね、羨ましいなというふうに思いますね。これ足の速さとボールを持った時の速さって比例するもんなんですか？ボールを持つとどうしてもやっぱりスピードがね、落ちる選手も中にはいるんですけど、ただ単純に彼の場合は浅野選手とか他の選手に比べるとちょっと違う、足のスピードっていうかね、柏選手と比較してもその辺のスピードっていうのは、柏選手より上のものがあるってことですか？もうスピードだけで言えばね、それはもう圧倒的に藤井選手の速いし、柏選手はね、うまく緩急をやっぱうまく使い分けられる選手なので、全く特徴の違う藤井選手はポンってね、ボールを出して走るだけでも単純に振り切れるだけのスピードがあるのかなって思うので。じゃあ小泉さんが知る歴代、歴代のサンフレッチェの選手でこの人は、この選手は速かったっていう。僕自身一緒にプレーしてきた中で、スピードあったなと思うのは、やっぱミキッチ選手とか、浅野雄也のお兄ちゃんだよね、浅野拓磨とかいうのは本当早かったですね。早かったですか？もう単純にそのスプリントの、要はキャンプでとか、単純にボールがないトレーニングとかね、ボールなしのトレーニングとかでスプリントするじゃないですか、200m ダッシュとか300m ダッシュ、早いなって思いますよね。追いつけない、追いつけないんで。藤井選手の場合ってまだ21歳でしょ、でこれからどんどん経験を重ねていけば、そこにプラスアルファ技術みたいなものがついてくるわけじゃないですか。そうですね。そう思ったら結構この後の可能性ってすごいんじゃないかって思うんですけど、特にね、今左ウィングバックをでポジション取ってますけど、やっぱそのポジションにはね、柏選手もいますし、やっぱ経験ある選手がいるっていうことは、やっぱ彼にとっても非常にいい勉強になると思いますし、そこでポジションを奪うことでさらにレベルアップできる選手
成長できると思うので、まあ、広島の魅力を、ね、感じて、まあ、特別指定で、ね、広島に来てますけど他からも、ね、オファーあったっていうのを聞いてますから、ね、まあ、それだけ本当にこういい選手なのは間違いないですね、はい、こうちょっと聞き馴染みがなかったんですよ、はい、でサンフレッチェでいうと青山選手とか、はい、森島選手とか、うん、荒木選手とかかなっていうあたりがその特別指定選手っていうところなんですけど、はい、これ浩二さんが知るその特別指定選手ってどんなものなんですか。まあ、彼はそうですけど、まあ、大学生でありながら、もうトップチームで、まあ、プロの、J リーグでしたり公式戦に、ね、もう出場できる権利を、ね、まあ、得られるのが、ね、特別指定選手。これまあちょっと下世話な話ね、なんなんですけれども、はい、まあ、浩二さんもね、J リーガーになった時があったじゃないですか、はい、その時ってこういろんな夢をね持って入ったと思うんですけど、こうまあ J リーガーですよっていうことで、こうどういうこう契約だったりとか、ちょっと夢のある話、夢のある話を言うと、まあまずね、契約を結ぶと当然、うん、まあ、お金がね年俸として、年俸として、うん、毎月給料として支払われますよね、年俸、はい、当時を振り返ると、まあ、支度金って言われるものが、支度金、はい、うん、まあ、これはいわゆる野球でいうと、まあ、契約金と同じような、はいはい、考えでいいと思いますけど、まあ、支度金をクラブからいただいて、その支度金と言われるもので、まあ、まず多分おそらく寮に入ると思うので、うん、寮に入って、まあ、電化製品買ったりっていうものですよね、一人暮らしができるような、はい、あ、なるほどね、テレビ買ったり、はい、支度金って結構出るんですか。いや本当野球選手をね、うん、見てしまうと本当ビビたるものというか、これはゼロが1個少ないぐらいです、ゼロが1個少ないぐらいの金額なので、 あまり大きい声は言えないですね。いやでも全部収録されてますからね。安心安全にご利用いただけるよう徹底した感染対策を実施しています。検温、健康チェック、トレーニングマシン使用後の除菌作業など、すべては皆様の安心安全のために。月額1000円から始められるフィットネスジムベースワン、8月1日紅葉店がオープンしました。詳しくはベースワン紅葉店で検索してください。家づくりの相談窓口、マイホームの窓口からのお知らせです。ただいまマイホームの窓口ではキャッチコピーを募集しています。よりお客様から愛される企業になるため、今後の広報活動やイベントに活用させていただきます。採用された方には3万円分の Amazon ギフトカードをプレゼント。応募方法、応募条件など詳しくは Twitter でマイホームの窓口と検索してください。嫌いです。お母ちゃん幸せなんだろうか。誰にでも楽しいことがあって悲しいことがある。ちゃんとしないと生まれてくる子供に俺がお前の父ちゃんだよって言えませんからね。父ちゃん僕が小さい時に死んだんじゃん。お前の母ちゃん、ほんまの母ちゃん違うんじゃろ。本当だ。